4年目です。4年目チーフに色入ってるみたいなんとか、うん、あなるほどお年の新規いって、はいはい、やべえスタートするぞまたちょっと空回りこんにちは、ナノユニバースメンズバイヤーの福島ゆうすけです。こんにちは、アシスタント MC の広瀬美香です。4年目です。4年目入りましたね。いやまさかこんな長く続くとは思ってなかったです。私本音です、はい、でもそれは皆さんが見てくださっていろいろコメントとかくださったりするおかげなので本当に日頃からありがとうございま す、ね、ご視聴していただき、やっぱり私の周りでも、うん、ティアモさんファンがいっぱいいます。あ増えてくれたんでしょうかね、はい、やっぱり3年もやってると、うん、はい、いやでも出てくるんでしょうね、その YouTube 見てたら。もう立派な YouTuber ですからね。あもうそうか、でも広瀬さんももう YouTuber ですよ。まあ私はアシスタントなんでね。あだからそのアシスタント制度をやめません、うん、じゃあもうなんかその私いつもアシスタントなんでって言えばなんかクリアできると思ってるところあるから、はい、いや全然思ってないですよ。一番組を作るスタッフとしてもね。いやいや違います、一員としてもね。アシスタント消しませんかっていう話ですよ。あおもう対等の対等、ね、そうなんかそうした方がより私も勉強して皆さんに知識をねちゃんと届けられるようなスタンスにもなれると思うので、そうしましょう。その方が俺はなんか、はい、ありがたいです。この間のねテストの結果とか踏まえてとか、はい、もうずったぼろに言われましたから ね、皆さんに4年目でもうアシスタント取りましょうよ。そうです ね、そろそろもう MC として一緒にじゃあ頑張っていきます、うん、私ガンガン回したらいいと思う、ここ最近お決まりになっております、うん、本日プレビュー会でございます、うん、皆さんお待ちかねのプレビュー会ですね。そうですね、今年はちょっといろいろと世界情勢の変化がまあそうですね、働き方も変わったし、はい、まあ、もっと言うとライフスタイルそのものが結構ね常識が変わりつつありますから ね、このね秋冬に入ってくる商品って実を言うと、はい、まだ全然その世界がコロナのね、うん、渦にこう巻き込まれる前にあー選んでマーニングそうしてたりするものなので、なるほどなるほど、そういろいろとその今の生活様式にっていう視点はあんまりないところで選んでたりするんですけど、うん、コロナだろうとなかろうと、うん、そのティアモ節は炸裂しておりますというラインナップをずらりと並んでますね。ぜひ見ていただきたい皆さんに、まあ、なんかリモートだからって、はい、ちょっと手を抜いたりしちゃうのはすごく残念なので、そうなんですよ、うん、こういう時こそおしゃれして楽しんでほしいですよね、はい、そうなんですよ、うん、だからそれを、本日私の方からプレゼンさせていただこうと思います。はい、はい、お願いします。僕もあんまりこうヒロさんに対して今後強く当たらないようにしたいと思います、はい、あ急に、なんどうした。いや、 やっぱ MC ですから、うん、もうあそうですよね、はい、今日から、はい、MC なので頑張対等に頑張ります。頑張ります。頑張ると「ティアモラモーダ」もうほらメインの MC2 人ということで、はい、ガンガンちょっともうディスカッションしていこうぜ。ディスカッション、まあ、私はねモテ目線、うん、女性目線でモテる男とか、まあ、できる男ね、はい、教わる時代は終わりましたから広瀬さんの、うん、まあねそうそうそう、うん、広瀬さんが、うん、もういろいろそうご提案ねしないしないと、ね、していく側にも回ってほしいんで、うん、はい、じゃあ早速まずはちょっとじゃあこの間のレストランピッティで見た、はい、まあ、傾向とかそうですよね、うん、振り返りましたもんね。そう体現してるなんか商品アイテム、はい、うん、まあ、ちょっと行きましょうか、はい、秋冬なんでじゃあまず上物からいきましょう。いいですね、はい、ジャケット。これは俺なんかい、なん、あいいね、ヒロさん立ったね、立ちましたよいいね、メイン MC だからな、どっちもかな、もうこの俺が俺がみたいな、俺が俺がみたいな、残っときますわ今回は。あそうねちょっとじゃあもういやー手山さん、ほら前回のそのピッティで話した時に、うん、モノトーンがねやっぱり貴重とね、そういうことでトレンドですよというふうにね、そうそうそう、皆さんお話覚えてたかな。いいいいいい、なんかいいよ、そのつなげ方がいいよ斬新斬新、ほらそうだからいつもここ切ってたからでね、私モノトーンのコーデがやっぱり好きなんですよ。あなので、はいはい、今期一押しのアイテムを見つかれたらいいななんて、そうですね、探せたらいいなと思ってますけどね。はい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 、じゃあですねまずちょっとこのあたりロングコードからいきましょうか
いいですね。まあちょっと引き続きこういうロングコートが、うんうん、あのトレンドとして継続しております。はい、イーボ。イーボはなんかファッション業界の方からすごい人気ありますよね。そうなんですよ。ありましたよね。なんかやっぱガバッと着れられるそのサイズ感だったりとか、うんうんうん、まあ、ドレスもカジュアルもいけるこうガバッとしたコートで、はい、ラグラン袖とかっていうのが非常に増えてまして、ほうほう、まあ、これもなんかタリアトーレなんですけど、タリアトーレさん、そうセットインではなくこうラグランスリーブになってて、まあそっちはねベルテッド今ついてるのかな、これも一応ベルテッドついてて、ついてて絞れ、絞れます、絞れて切れる、絞れて切れる、うんうん、なのでちょっとエレガントな、だいぶそうなんですよ、ゆったりゆるっとした感じなんですけども、はい、かっちりしない着方でご提案できるかなと、こういうガンクラブチェックが出てきてたりとか、はい、ヘリンボーンが出てきてたりとか、はい、なんかブラウンベースの中のそういう柄物が非常にちょっと今年まだ増えたなという年ですかね。モノトーンなんですけど、確かに ねブラウン系があの割と鉄板というかあの定着してきてるので、こういうちょっと柄物があのブラウンの傾向の中にも出てきてるよと。いいですね、はい、かわいい、いいですよね。やっぱ1個持ってるといろいろ着回せますしね、うんうん、まあ、だからこういうちょっとウールのね、うんうんうん、ガチガチのアウターの中でも重ためのものがちょっと難しいかなとか、うんうん、もう少し軽くていいよとかっていう方は、うんうんうん、まあ、今年もやっておりますがバブアですね。バブアさんのこの生地、はい、珍しいですね。初めてやるかもしれないです。この本当ですか、あのウールっぽく見えるんですけど、うんうんうん、ウールじゃなくて大人っぽく着れそうじゃない？大人っぽく着れる、なんかその本当にスーツの上にも着られるし、そうですよね、カジュアルにも着られるし、うん、でこれは今年グレーと黒2色やってるんですけど、まあ割とモノトーンな傾向を継承してるアウターかなと思っております。はい、長いのもございます。丈感がいいですね。これビデールなんで、うんうん、バーレー、ニューバーレー、わかりますよね、わかりますよね、はい、あれもやっております。まあどっちかというとこう、まあ、タイドアップとか、はい、かっこいい、そうジャケット着て、うん、なんか、タートルネックとか、タートルネックもいいし、でも、ね、タイドアップかっこいいですね。この素材はね、タイドアップはめちゃくちゃハマると思うな、うん、いいと思うぜ。かっこいいですね。ティモさんだったらそれ、はい、下はパンツはどうされます？ちょっとハウンドトゥースとかグレンチェックのジャケットの中に黒のタートルもしくはモックネックで、パンツは黒かな。もうじゃあ本当にモノトーンコーデですね。がいいかなと思っちゃう。差し色もせずに、せずに、まあ、でもそういうシックで過ごしてきて、脱いだ時になんかジャケットのポケットチーフに色入ってるみたいなのとか、うん、なるほど今の脱いといてな変な声で待ってよね。いい出た、名 MC だからさ、これぐらいなんかやっぱサービスしていかないとやっぱいや提供の素材が違うでしょ。そうですよね、はいはい、でもう一つですね、まあ、アウターというか、まあ、軽アウター的な使い方として、うん、はい、今年やってるエンメティ、もう大人気なエンメティ、大人気ですね。ライダース、定番のユーリシングルライダースはもちろん継続して別注してるんですけど、はい、うんうん、今年ちょっと新しい形でこの辺出してきてまして、ムートン可愛い。そう、これムートン、前回そのムートンが結構流行ってそのトレンドとしてきますよっていう風に説明されてたじゃないですか。言いました言いました、うん、まさにですね、このムートンすごいですよ。これ私レディースあったら欲しいですもん。これ可愛くないですか。これは可愛い。でも男性が着る時でもいいけど、うんうん、女性が男性ものを着るっていうのはいいですね。オーバーサイズでね、すごいいいと思うの。肩掛けしたり、そう肩掛けしたりで、なんかほら黒のボアになってて、これは結構ユニセックスでもいいかも。これすごいいいと思います、ね、やっぱ超柔らかいし、柔らかい、ね、あ、いいですか羽織ってみて。いいよ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 、ありがとうございます。めっちゃかわいい。あ、なんかいるよねこういう人。これ着たらさらに欲しくなりますね。いい、あ、広瀬似合う。なんか今日のこの、この感じでもいいし、ワンピースとかにいそう。それこそ私だったら白いタートルネックとかでもいいかも。結構リブが大きめのとか、いいね、うん、こういうにデニムとかでもかわいいし、うん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 、これはすごくいいっすね。いいいいいい、これ欲す、欲す、いい欲す欲しい？欲しいです、うん、これはやばいね。いや似合いますねやっぱね。いやこれありがとうございます。やっぱ触って気持ちいいのがいいですよね。ね、なんかエンメティの良さそこにあるじゃない。ありますね、こっちのね、うん、
あの革そうそうそう、スウェードの方もで、これスウェードのダブルライダースなんですけど、うんうん、今年まあ初めて別注してまして、はい、シルバーなんですね。そうなんです、シルバージップにしてる、うんうん、でスウェードダブル、まあでもダブルでもそのやっぱ装飾品いろいろつけてないんで、はい、だいぶシンプルに着れると思いますよ。そうですね、で浅いんですよダブルの合わせ幅も。あ、なるほどね、あまりこう重なっていない。あ、そう、そう、そうです、そうです。あのってことですよね。ダブルってもっと深かったりするじゃない、うんうんうん、ギュッとね、じゃなくてこの合わせ幅がすごい狭いんで、ほんとほんと開けてさっと、うん、でもいいかなという。エンメティって誰が作ってたんでしたっけ。マッシモさんと、はい、ティーナさんです。はい、ありがとうございます。そういうのさ、やっぱさ、メイン MC としてちょっとね、そういうのはねさらっ と、 と、ね、入れていかないと。入れてこ、マッシモいい働きするねみたいなのとかじゃあアドバイス俺からの。そうですよね、ここの縫製はティーナかなとか。いや、そうなんかメイン MC とか、それでなんか知ったかっぽい。そうですね、知ったかっぽいは良くないよね。いや、この際、この際そうですねぐらいの方がなんか、お、分かっ、マッシモ分かってんなとなみたいな。そう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 、私言ったら本当刺されますよ。いやいや、そんなことないです。やっぱそこは僕が批判がね。いや、そしたらもう僕がやめろやめてもらいます、逆にティアモラモーダ、お次は、あ、お次は、お次は、まあ、何ですか。テーラー クロージングの代表といえば、まあ、ジャケットですね、うんうん、ジャケット、はい、はい、まあ、このあたりは割と分かりやすいというか、うんうんうん、ペトリロ、そうです、うん、この2つペトリロなんですけども、うんうんうん、まあ、チェック、ハウンドトゥース、ブラックホワイトの分かりやすい、ハウンドトゥース、はい、僕がさっきあのバブアの中に合わせたいなって言ってたのこんな感じですよ。結構派手ですね。あ、本当に、やっぱり柄オン柄なんですね。でもハウンドトゥースの柄って結構すごいいっぱいあるの、うん、種類が。多分ティアモさんからしたらこれは柄には入らない。入らないね、やっぱりそうなんですね、真骨頂的な、うん、まあ、柄に入らないっていうと語弊があるけれども。そうですよね、あの無地物のジャケットのように使えますという。もう私からしたら結構な派手な。あ、そうなんですね、やっぱ柄になってしまうので。ここの感覚はやっぱ人それぞれだと思うんですよ。そうですね、うんうん、だから僕はこういうのを、うんうん、まあ、もちろん柄ジャケットとして選んでますけど、はい、使い方としては無地っぽく使ってほしいなという思いがあって、うんうん、なるほどね、で今度そっちですよ。すごい、はい、軽いですね。これは、まあ、色ですか、ボルドーというか、なんていうんですか。あ、あれだ、ここで言わんと、ここであれ、ここであれ言わんと、ピスタチオメンヌメンヌ、あれですよ、ブドウの、ブドウのピオーネじゃなくって。さあ、お願いします。ピピですよね、スタチオ、だから何のビナーチョですね。あ、ビナーチョ、はい、聞き慣れない。だから前回も教えたはずなんですけれども、まあ、ちょっともうやばいねこれはね。そうなんです、ビナーチョ、ビナーチョ、ビナーチョね。そうです、私の、そうそうそう、まあ、私のドレスはちょっとね、あのもうちょっと明るめですけど、もうちょっとそうだね、明るめなんですけど、すね、これがまあだから、うんうん、モノトーンの黒っていう流れ、もしくはそのビナーチョとかオリーブとか、うんうん、そのブラウン系の流れの中に、はい、あの分かりやすくこう出てきてた、本当ブラウンと、あ、ブラックとそのまあパープル系、ボルドー系、まあ、ビナーチョ のミックスジャケット、はい、でこれちょっとでもそのビナーチョのこの紫のね、うんうんうん、はい、面積とかがもっと増えちゃうと、もうちょい着にくくなっちゃうんだけど、うん、確かにちょっと司会者の方っていう感じがしちゃいますけ けど黒の部分がすごい大きいから黒に合わせてあげてもいいですし ね絶妙なその黒とミナーチョとの配色なんで、うんうん、確かに大人のエレガントさがあります ねだからこういうのはもうアイテムシンプルにまとめてもらって、ぜひちょっと着ていくのも今年っぽくていいのかなと思っておりますというところですかね。はい、はいはい、で次ですね、ちょっとまあスーツとシャツあたりの傾向といいますか、まあ、おすすめも含めまして、はい、
ご紹介なんですけれども、うん、まあ、結構ねいっぱい紹介したいのあるんですけど、また本編でいろいろやろうかとは思ってるので、うん、まあ、今軽くねご紹介できる範囲になっちゃうんですけど、はい、どこのブランドでしょう。あ、気持ちいい。もう触った瞬間にすごい気持ちいいですね。あ、これもペトリオさん。そうです、ペトリオさん。やっぱ綺麗ですね。あ、いいですね。どんどん僕がもういろいろ言わなくてもどんどん綺麗だし、着心地というか良さそうだし、着心地が良さそう、はい、てかもう触った瞬間に本当に上質なのが分かりますもん。ですよね、うん、何色だと思います、これ。思いますというか、グレージュ。おー、まあそうなんですけど、うん、一番大人っぽく上品に着られる色かなと最近思ってまして、うん、そう、単なるグレーよりもいい品格、なんかこう気品がありますよね、うん、なんかやっぱり秋冬に単なるグレーよりも、うん、こういうちょっと少し、だからグレーベージュなので、うん、グレーなんですけど、はい、そのブラウン寄りの要素を少し入ってるみたいな、ちょっとミックスシーのこうグレーベージュなんですけど、まあこれは洒落てる色だと思います。綺麗ですね、はい、秋冬にこういう明るめの色を着るのは、うん、見た瞬間に、はい、あ、いいスーツ着てるなって思います、思いますよね、うん、でこれもちょっとソリッドなんですけど、うんうん、まあ、ウールのこのふわっとしたというか、ちょっと毛、防毛感というかのもあるので、うんうんうん、これウールだけです。これウールだけです。本当にウールだけでこんなに柔らかいんだ、気持ちいいんだ。止めますね、すごいいいですね、はい、あとは次こちらですね、はい、はい、こちらブラウンのちょっとキャブリーツイルという生地を使いました。キャブリーツイル、はい、結構スーツとかジャケット、まあジャケットもそうですけど、はい、あの割と定番の生地なんですけれども、うんうんうん、リングジャケットさ、そうですね、はい、また全然違いますね。そうですね、生地によって割とこう見え方違うんですけれども、うんうんうん、まあ、ダークブラウンの方がよりちょっとこう締まって見えて、うんうんうん、まあ、男性の色気が少し出るカラーリングなのかなと思ってるんです、はい、ブラウンは。ただ僕はそのブラウンの生地を選ぶときに、うんうん、なんかいろんな生地あるじゃない、こういう、ね、それこそウールっぽいフランのっぽい生地もあれば、うんうん、あのソリッドな素毛のつるっとしたのもあって、はい、でこういう少し表情というか光沢感もあって表情感も出る、うんうん、まあ、キャバリーツイルみたいな素材もあるので、はい、僕はね今年ちょっとこう色気のある素材を使ったスーツとかっていうのがあの今年っぽいと思ってるんです。なるほどね、はい、ティアモさんが今日着てらっしゃるのも、うん、あれじゃないですか、ソラーロでしょ、うん、普通の人とは思えない。あ、なんかえ、なに、なんか初めて2ヶ月目ぐらいのやり取りしてない？なんか我々いいのよ、いやでもそういうのはもうピンクでそのまとめ方ができるっていうのは上級者ですよ、やはり、はいはいはい、ピンクで、あ、このピンクね、シャツもストライプでピンクでっていうのは上級者だなと思いますし、これ例えばティアモさんはこのスーツだったらどうします、中のシャツとか、うん、まあ、ネクタイでね合わせる場合は、うん、割と太めなストライプの、お、何色ですか、まだ白ブラウンのミックスでしょうね、おとかにして、まあ、ネクタイをソリッドブラウンとかにしてもいいと思うし、あ、全体的にトーンを合わせてもうブラウンで、うん、かなと思います。まあブラウンって結構その何にでも合わせやすいですけれども、うんうん、まあ、今年茶に黒を合わせるとか、うーん、おしゃれですね。茶系に黒とかいいんですよ。茶系に黒おしゃれ、うん、黒と茶のミックスとかすごいいいんで、うんうん、これスーツなんですけど、はい、単純にそのタートルネック着るだけで全然様になるし、うんうん、茶と黒が混ざったネクタイとか、ああ、なんかそういうのをいいですね、合わせるとすごくね大人っぽい品格は出るスーツかなと思います、うんうん、まあ、よりなんでしょうね、こっちの方が爽やかな大人の人に着てほしい色味だったりするのと、まあ、こっちだとちょっとこう年を重厚感がありますよ ね、なんか少しこう年配の方とかでもかっこよく着れるし、うん、若い方が着ると逆にちょっと年齢層上に見えるコーディネートにも触れるので、うんうんうん、確かに、まあ、その辺ちょっとこうなんか色味としてはなんかまあ新しい傾向というよりはこういうのもチャレンジしてほしい年だったりとか、はい、まあ、定番のブラウンスーツっていうのも一つ、うんうん、あの持ってると非常に使いやすいですよという、はい、感じですかね。例えば
スーツの時に、はい、もうさっきのジャケットとかにもそうなんですけど、はい、まあ、シャツを合わせていく時に、うん、シャツ、はい、あの今年はですね、うん、まあ、差し色で紫とかさ、なんかグリーンとか、うんうんうん、なんかいろいろあのピッティで話した回あるじゃないですか。ありましたね、ね、うん、だからこういうちょっとストライプ、うんうん、パープルのストライプのシャツとか、うんうんうん、こういうのをなんかタイドアップするときに合わせてもらったりすると、いいですね、うんうん、で僕これに、さっきあの見せてないですけど今年、まあ、ブラック系のスーツとかもやってますし、はいはい、ブラックにこのパープルなんだ、そうとか、なるほどね、まあ、なぜかっていうと秋冬の黒スーツってなってくると、うんうん、なかなかこう、まあ、言ったじゃないですか前、冠婚葬祭っぽくなっちゃうから、そうですね、うんうん、シャツとかタイとかで遊ばないと、なるほどね、外しをそうそうそうシャツで、うん、持ってこないと、うんうん、でも僕結構あのさっきのさグレーベージュの、あグレーベージュすごい私もいいなと思いました。これ超いいですよ、このグレーベージュの中にこれとか合わせると、おしゃれですね、めちゃくちゃこれはあのなんて言うんでしょう、おしゃれだし、ネクタイブラウンとかね、あネクタイブラウンでもいいしけど、ネイビーでもいいし、まあ、ネイビー、うん、あーやっぱそこは分かれますね、うん、かれますね、僕は紫を持ってボルドーとかを持ってきちゃいますね、あなるほどね、はい、ボルドー系のちょっとこう、うんうん、あおしゃれ、それ絶対おしゃれですね、いいですよね、エロ系が出る感じのコーディネートかなと思うんで、うんうんうん、まあ、こういう時に使えるシャツかなと思ってます。うん、取り入れにくいかなって思ってたけど全然ですよ、これはもう合わせてあげるとすごいかっこいいですね、そうなんです、はい、じゃあ次、はい、カジュアルシャツ、ウエスタンシャツ、はい、あとはですねこういうちょっとテロッとした素材の、うんうん、ストライプ、はい、あとは今年すごく多く出てるのが、うんうん、まあ、チェック、チェック、はい、チェックシャツのパターンとかすごい多いですね、柄物でいうと、まあ、ストライプはもともとそういうカジュアルシャツの中でも、ね、幅広めのストライプとか出てきてたんですけど、うんうんうん、なんかこれちょっとテロッとしてるじゃない、これね、光沢感ありますよね、1枚で着てもいいんですけど、うんうん、秋冬なんで、まあ、僕今年こういうシャツをこうやって着たいなと思ってるのは、はい、なんかタートルネックとか、はい、まあ、モックネックとかやっぱニット増えてくるじゃないですか、うんうん、その時にこういうちょっとテロッと感のあるシャツを、はい、まあ、ワンサイズぐらい上げてゆるっと着てあげて、で中タートル、中タートルとかにしてこう締めてみたいな、で全部インしてみたいな、新しい着方ですねとかは、いや、まあ、単純に僕もこういう着方やりたいなと思ってて、うん、その上からもコート羽織っちゃうとかね、あーなるほどね、うん、そうするとこういうシャツが立ち上がりだけじゃなくて、うん、ずっと真冬とかも着れるんで、うーん、まああとはドレスウエスタン、僕もあのラングラーとかでやってますけど、はい、まあこういうのをジャケットの下にさらっと着てて、脱いだらウエスタンシャツなんだ、でんでーでーみたいなんとかはいいかなと思います、うん、ウエスタンシャツねいいですよね、ドレスの中でも結構出てきてますウエスタンシャツの、タイドアップして、そうタイドアップしてもいいし、うん、かっこいいですよね、そのままでもいいし、うん、はい、であとはチェックシャツとかは挑戦していただきたい、チェックね、ちょっとやっぱり柄によっては子供っぽく見えなくもないじゃないですか、あのチェックっていうそのカテゴリーがチェックっていうカテゴリーがやっぱりカジュアルっていうイメージなので、うん、切れ目なパンツとかに合わせてあげたらいいのかな、スラックスを合わせる、うんうん、トラウザーズを合わせるなり、うんうんうん、パンツの選び方とか色とか素材をきれいにした上で、まあ、タックインするっていうことがまずチェックシャツをおじさんっぽく着ないコツじゃないですか、お、いいコツ聞けた、な1年目なのかなそんなことない、このやり取りは、いや番組見てくださってる方 は、はいはいはい、そういうのが欲しいのよね、着方が結構マンネリ化されてる方って多いと思うんですよ、僕のおすすめな着方チェックシャツ、そういう感じとかがいいかな、うん、足長く見えますしね、そうですね、タックスインすると、そう、あとはタイドアップして着たりもできるので、ソリッドネクタイ、ソリッドなね無地のネクタイをこれに合わせてもらって、はい、ジャケパンスタイルとかのインナーに合わせるのもチェックでは割といいのかなと、上、ね、バブアーとかでも良さそうですね、ああそれはもう鉄板でしょうね、鉄板で合いますね、レザーの下にもいいですし、可愛 いですね、はい、これやっぱプレビュー会っていつも前編後編にしてるじゃないですか、はい、まあまあ今回もそうなんですけど、そうですね、はい、うんうん、まあ後編ね、はい、もう少しアイテム数多めに出てきますので、小物とかもね、小物が割と多いかな、うん、後半はね、うん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 、はい、あとバッグ、あ、何ですか、おパンツ、あ、おパン、あるんですか、おパン、おパン、あら、でも今ご紹介したそのジャケットとか、はい、あのスーツも
まだまだね、店頭にはね、はい、こんなん紹介しきれないほどあるので1割未満ですか、うん、こんなもの。ぜひね、見に来て、はい、こう試していただきたいですね。そうですね、はい、うん、なので引き続き私もパーソナルスタイリングサービスとかもやってますし。そうですよね、いらっしゃってます、お客様。 ありがたいことに、はい、来てくださって。本当にまだ続いてたんですね。そうなんです、知らなかったです。私ちょぶっこんできたな、こいつ。すごいな、喧嘩売ってないですよ。やっぱいいですね。なんかやっぱアシスタントの稼が外れると思う。そうですね、いいよと言ったところは押さえておいていただけるといいのかなと、はい、はい、思っております。さあ、うん、早速ね、パーソナルスタイリストの電話が鳴って。これ受注電話、はい、受注電話すごいですね。やっぱりアポの電話がね、もう鳴りやまないですね。リアルタイムでこうなんか伝わるっていいですよね。いいですね、ライブ感があってすごくいいです。はい、うん、ということで、秋冬プレビュー、うん、前編ここまでとなります。また来週も、ではダンスな、はい、小物とかを中心にね、ご紹介しますからね。あと何でしたっけ、おパンおパン、おパンを、おパンを紹介するみたいなんで、はい、いきますので、来週もぜひお楽しみに見てくださいませ。はい、楽しみに、はい、じゃあチェンジします。こえ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 ちぐえっつって、すごいティモイ、ティモイね。ティアモさん、何、4年目になるんですけれども、はいはい、何